い、どうもこんばんは、マキです。今回はですね、はい、ということでね、この子はハリネズミ、まあ、みんな勝手にハリーちゃんって言ってますけどね、題名通り名前がまだね決まっておりません。なのでね、ちょっと名前を決めていきたいと思うんですけど、なんか、あ、ちょっと待って、いやね、痛い、いや、何もしてないのにこいつ痛いんだよ。いや、この子のね、名前をね、いろいろ、ツイッターとかでも来るんですよ。ハリーちゃんいいですねって、そのまんまでいいんじゃないですかとか、ハリーならもうポッターとか、いや、あえてのマルフォイとかどうですかとか、ボルデモートとかね。なんか、ハリーポッターつながりでみんな来ちゃうわけですよ。いや、でもね、ハリーってね、なんか、ハリネズミのハリーって歩きたりすぎるじゃん。なんで、この子ってわかりやすいね、名前をね、つけてあげたいと思うんですよ。でね、ちゃんとハリネズミって頭良くて、なんか、名前呼ぶと来たりとかするらしいんですよ。慣れてくると。なんで、ちゃんとね、もうそろそろ名前を決めてあげたいなと思って。ということでね、コメント欄の方にね、なんか募集しようかなと思って。で、それで、いいなって自分が思ったやつで、名前決めていこうかなって思っております。この子飼ってね、2週間ぐらい経つんですけど、まだ名前が決まってないということでね。はい、もうそろそろ名前をね、決めてあげないとね。はい、ということでね、ハリネズミ、ハリーね、まあいいと思うんだけどね、なんかちゃんとね、決めてあげたいじゃん。みんなで決めよう、名前をね、みんなで決めましょう。ということで、まあ一時してね、コメントが来て、でそっから自分が選んでいきたいと思います。ということで、今回はこの子ね、名前を募集しますっていう動画でした。はい、ということでね、ぜひ名前を考えてあげてください。お願いします。カメラ向いて、カメラ向いて、待ってるよ。痛い。昨日の動画がこちら。そしてチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。